コンラート二世は、神聖ローマ帝国の皇帝、並びに、東フランク王、イタリア王及び、ブルグント王。ザーリア・朝の初代皇帝。コンラン朝のコンラート一世のマ孫、ザクク船長初代皇帝夫を一世大帝の女系の、ヤシャゴザーリア・朝は、コンラート二世の父方の皇祖父にあたるベルナー五世を、祖として、ボルムスガウハク及び、シュパイヤーガウハクイを持っていた。 ベルナー5世は、コンラディン家出身である東フランク王コンラート1世の娘ヒキナの婿だった。ヒッカとの間の息子コンラートは、夫1世の娘のリュートガルトをめとって、ロートリンゲン公となったが、義兄で、夫1世の子リュードルフの反乱に加担したため、ロートリンゲン皇位を剥奪された。後のレヒフェルトの戦いでアールパード朝のハンガリーを、宅所に率いるマジャル人の軍勢に、 包囲されると、コンラートは学府を救援して、自身は戦死するも、ハンガリー王国の軍勢を撃退に成功した。コンラートとリウトガルトの息子夫一世は、ケルンテン公国を獲得、夫一世の長男である、シュパイアーガウハクハインリヒト・アーデルハイトとの間の、長男として、後の皇帝コンラート二世は生まれた。ローマ教皇フレゴリウス五世、ケルンテン公コンラート一世及び、 シュトラスブルク大司教ビルヘルムはおじで、ケルンテンココンラート二世とビウルツブルク大司教、ブルーの二世兄弟は重帝である。また、母アーデルハイトは、フランケン貴族と再婚し、イフテイにあたる後のレーゲンスブルク大司教、ゲープハルトを設けた。父ハインリヒ二世は、祖父のケルンテンコ夫を一世に先立って990年代頃に死去し、コンラートは、 祖父オットー一世から、家領の大部分を相続したものの、ケルンテン行為は、叔父コンラート一世が継承し、コンラートは、ローマ帝国の国王として選出されるまで、無官職であった。千年に、ボルムスガウ司教ブルクハルトと出会い、その教育を受けた。しかしこのような教育の機会にもかかわらず、コンラートは、生涯文盲に止まった。年代記作家はコンラートがアルファベットを読めず、 また、ラテン語の読み書きもできなかったと伝えている。1016年の終わり、または1017年の初めに、コンラディン家のシュバーベンコーヘルマン二世の娘キーゼラと結婚した。キーゼラは、シュバーベンコー領とブルグン東領の相続権を保持していた。なお、この結婚は二人が禁煙であることにより、教会法によれば不法なものであった。ハインリヒ世が残さずして死去し、 ザクセンアは、団系の決闘が完全に断絶した。そのため、1024年9月4日、国王選挙のための諸公集会が、オッペンハイムで開催された。この場において、万丈一致で、コンラートが王に選出され、ザーリアー長所代の王となった。しかしながら、万丈一致とはいえ、ケルン大司教ピルグリム、ロートリンゲン大公501世などは、 この諸公衆会に臨席していなかった。そのため、ハイン・リヒ2世と同様に、コンラート2世も各地を巡行して、こうした核勢力から大いな承認を得る必要に迫られた。ザクセン・朝が推進したイタリア政策はザーリア・朝にも引き継がれた。1026年にはイタリア遠征を観光して、同年3月23日にミラノでイタリア王の体幹を受けた。 さらに翌年の復活祭の日には、ローマのサンピエトロ大聖堂で、ローマ教皇ヨハネス19世から提冠を受けて、皇帝となった。この大冠式には、東、フランクイタリアの諸皇だけでなく、当時広大な北海帝国を形成していた、デンマークオークヌーズ2世なども臨席していた。1 3 2年9月6日、ブルグント・ールドルフ3世が死しなく死去し、コンラート2世は、 相続によって、ブルグント王位も支中に収め、1033年2月2日、ペーターリンゲンで退官した。このことによって、東フランクイタリアブルグントという三国の王冠が一手に掌握された。この三国の領域が中世西,西欧におけるローマ帝国、後に新世ローマ帝国と呼ばれる生態の範囲を規定するひな型となった。1039年、ユトレヒトで死去。 自身が建設させた、シュパヤー大聖堂に葬られた。息子のハイン・リヒ3世がその後継者となった。2016年頃に、シュバーベンコー・ヘルマン2世の娘キーゼラと結婚したが、キーゼラは、最初にブルノン家のブラウン・シュバイク白ブルーの一世と、2度目に、バーベンベルク家のシュバーベンコー・エルンスと一世と結婚しており、コンラートとの結婚は3度目であった。キーゼラとの間に、 以下の指示を設けた。ありがとうございます。